はい、速稼塾の久保です。今回もゆとりライフ天野さんの動画についてちょっとね、レビューの方をしていきたいと思います。今回の動画っていうのは天野さんはね、嫌なことは人に任せようとかね、嫌なことから逃げてしまうみたいなね、そういうふうな発想を出してくださいました。天野さんと私っての同じ年代で、結構ねこの我慢を強いられた時代なんですよ。そして我慢することが当たり前、忍耐が当たり前というふうな育ち方をしてきました。受験戦争に耐えて、部活に耐えて、そして就職活動に耐えて、出世争いに耐えて、家庭にもしかしたら耐えてる部分もあるかもしれません。要するに我慢我慢我慢の連続で、そこをね美徳としていたわけなんですけども、その結果どうなったかっていうと、1回の失敗とか1回の批判でですね、いとも簡単に耐えることができなくなって、ちょっとしょげてしまうとかね、精一杯やったんだけども結果が報われない時に大きなダメージを受けてしまう、そして精神的にねちょっとこう落ち込んでしまうみたいなことがあるそうなんですけども、だったら逃げちゃえばみたいなことなんですよ。そうなんですよね。その時代が変わったのかなってところもありますけども、逃げることっていうのが別にね、デメリットにならないようなやり方を見つけることもできるってことなんですよね。ですので私たちはついついね、目の前のことから逃げちゃいけないって考えちゃうんですけども、逃げて解決するものもありますので、大いにそういう時は逃げるべきだと思います。例えばですね、暴力に暴力で立ち向かわなくてはならない時って、やっぱりね幼い頃って逃げてたまるかって戦っちゃうんですよ。でもやっぱり大人になってくると、暴力で暴力に対抗していいことがないっていうふうに気づくんで、やっぱり逃げることを選ぶんですよね。それからやっぱり口論になった時でも、口論に勝つことを目的にするんじゃなくて、その場から逃げてですね、口論に勝つことを目的にするんではなくて、問題解決を目的にするっていうふうに切り替えていくことっていうのが結構できるようになってくると思うんですよ。そして自分に合わない会社とか仕事っていうものからもきちんと撤退する、勇気を持った撤退っていう言い方ですよね。逃げるっていうとちょっとね、逃げたくなくなっちゃう方もいるかもしれませんけども、勇気を持って撤退するっていう考え方ですね。そして撤退して自分の勝てる分野で勝負していけばいいですし、そういう時は正々堂々と戦えばいいと思うんですよね。まあそういうふうなことを感じるような動画でございました。皆さんも動画説明欄からね、ゆとりライフ天野さんの動画をご覧いただければと思います。それではいってらっしゃい。